秋山徳造8月30日から1974年7月14日は、明治昭和時代の日本の料理人、大正期から昭和期にかけて、区内省で宿利ア長を務めた。以下、君党は、西四位、君三党、フランス料理アカデミー名誉会員、その生涯を描いた小説やドラマ化作品のタイトルから、天皇の料理番として知られる。皇室の食卓を預かり、 宮中で行われる公式行事の料理を司るのみならず、日本における西洋料理の普及にも大きな足跡を残した。1888年、福井県今立郡村国村において、裕福な料理屋の次男として生まれる。旧姓は高森。高森家は大地主で庄屋だった。幼少期には収まらない性質だったという。10歳の時、学校、竹雄町立花にあった。 八百床で働く。秋山が辞書、味で記したところによれば、サバにあった陸軍の連隊を訪ねた際に、食堂で、それまでに嗅いだことのない香ばしい匂いに触れたことが、西洋料理との出会いであったという。実家の仕出し屋が36連隊の商工集会所の、まかないをやっていた関係で集会所を訪ね、その時初めて口にした、洋食、カツレツの味に衝撃を受け、 西洋料理のコックになることを志した。高等小学校を卒業した後、16歳で単身上京し、家族会館の見習いとして料理人としてのキャリアをスタートさせる。そこで3年間働いたほか、中日ブラジル講師館、築地西洋圏で働いた。西洋圏では、フランスのオテルリッツパリで、オーギュストエスコフィエに指示した第四大料理長、西尾マス吉の下で学び、 西尾に習ってフランス行きを決心し、仕事の後に料理現象を持ってフランス語の個人レッスンに通った。その後、東洋圏三田本店の三代目料理長に就任する。1909年から本格的な西洋料理修行のためし日でフランスに渡航する。料理人修行のための島は、同時代では稀なことであった。ベルリンのホテルアドロンの調理場を経て、 パリの日本大使館の紹介により、オテルマジェスティックの厨房に入り2年間修行、苦労の末に料理の腕を認められるようになった。その後、カフェドパリに半年、オテルリッツパリにおいて、オーギュストエスコフィエの下で半年働いている。1914年に予定されていた、大正天皇即位の礼を控え、外国からの品格に本格的なフランス料理を提供できる料理長として、 1913年、パリの日本大使館の推薦により、宮内省に招かれて帰国し、東京クラブ料理部長を経て、新設された、宮内省大善良の初代クリア市長に任じられた。なお、同年7月、下宿先の一人娘、秋山敏子と結婚して、秋山家へ入籍、秋山姓となる。1915年に行われた、大正天皇のご大典で18カ国の品格を、 本格的なフランス料理でもてなす。この時、四骨子さんの日本ザリガニ四千個体を本州に運び、うち三千匹が五体店に使われ、残りは御用邸のある日光に放流された。1920年に、宮内省の命により再び突出して、研究を続け、1921年の皇太子、広人新能の欧州訪問の際には一向に、追行して、 各国主催の晩餐会の現場を見学し、その後アメリカに渡りニューヨークの有名レストランを歴訪視察して1922年に帰国した。1923年1600ページに及ぶフランス料理全書を刊行。フランス料理全書は1966年に審判が刊行されるなど、第二次世界大戦後に至るまで西洋料理を学ぶ者の,のバイブルとされた。 このほか、一般向けに味などの書籍を刊行した。1971年には、フランス料理アカデミー名誉会員、パリ調理師協会名誉会員、フランス市クリア庁協会会員になった。皇室に対する忠誠心が厚いことで知られ、また、料理技術の向上のためには、貪欲かつ謙虚に学ぶ。姿勢も知られ、時には、優れた技術を持つ、世間的には、隠したとされる。 料理人にも頭を下げて学ぼうとする姿勢が見受けられたという。昭和になってからは昭和天皇の渦漏れゆく郷土料理を記録するようにという意思を受けて秋山が東北地方の郷土料理を調査し、その献立などについての記録を記したり、満州国皇帝の愛新架倉不儀が訪日した際に、不儀が主催した食事会では満州料理の調理を秋山自らが手掛けたことなどが、 伝わっている。1972年、84歳で現役を引退。1973年に、君三刀髄法賞を受賞。翌年没した。1974年、没後に14位、ついで正位4位に上された。最初の妻、秋山敏子との間に、ただし、栄子、鉄道の密子を設けるも、敏子は1928年に、肺結核で死亡。 翌年、岸本菊と再婚し、サブロ四郎の西を得る。秋山は1904年に上京し、家族会館で修行を始め、翌1905年には築地生養件に移り、さらに1907年には三田の東養件に移った。当時は何か間違ったやり方をしているとまずは先輩たちから、鉄拳制裁が飛び、その後で教えてくれるのが普通だった。 しかし秋山はひたすら腕を磨きたかったので、体罰ぐらいは何とも思わず、むしろ何か新しいことを知る嬉しさの方が勝ったという。秋山が修行を始めた頃、最も困ったのは先輩たちがレシピというものを教えてくれないことであった。秋山のような駆け出しの下っ端たちは、ただ上司や先輩たちから命ぜられるままに仕事をするだけで、それらが 最終的にどういう姿になるのかさえよくわからず、秋山としても何が何でもレシピを見たいという欲求が募った。秋山が築地西洋券で修行していた頃の料理長は、西洋帰りの西尾がスキであった。西尾もやはり横文字で書いたレシピをどうしても見せてはくれなかった。そこで秋山はアルバン事務所のガラス窓を叩き割って、西尾のレシピを盗み出すという暴挙に出た。 秋山はそれを一晩中かかって書き写し、翌日早めに出勤して、元の場所に戻そうと思っていたが、明け方就寝したところ、うっかり寝過ごしてしまい、慌てて出勤したので、盗んだレシピを元の場所に戻すのを忘れてしまった。当然ながら、大騒ぎとなり、厳しい戦議が行われ、弱り果てた秋山は盗んだレシピをこっそり捨ててしまおうかとも思ったが、 料理人にとってそれがどれだけ大切なものかを分かっていたため捨てることができなかった。そこで覚悟を決めて名乗り出て平謝りしたが当然のことながらひどく叱られた。住んでのところで解雇されるところだったが間に入って取りなしてくれる人がいたためようやく無事に収まった。欧州での修行中、秋山は小柄であることや東洋人であることでしばしば侮辱されたが 完全実力主義社会の恩恵で徐々に自分の地位を上げることに成功した。その結果、フランスは秋山にとって居心地のいい国となり、帰国をためらったほどであった。しかし、日本では秋山が宮内省大善良のクリア市長となってからも、社会では料理人に対する偏見は根強く存在した。西洋料理を何としても研究したいと念願した秋山は1909年、 からの資金援助を得て欧州に渡ることになったまず船でロシアのウラジオストクに渡りそこからシベリア鉄道で欧州に向かったベルリンで覚えた喧嘩作法秋山が欧州に修行に行った頃はちょうど日本が日露戦争に勝利した後であり秋山は大いに得意だったのだが秋山がまず修行を始めたドイツのベルリンでは日本という国さえ知らないものも多く 町のあんちゃんたちや労働者になると、10人中八人ぐらい。さらに、黄色人種であり、秋山は小柄でもあったので、しばしば我慢のならないからかい方をされた。そういうとき、秋山は、ベルリンの在留法人で、文部省特派留学生だった、渡辺哲三に教わった、作法で対応した。わざと困った顔をして、体が触れるか触れないぐらいに近寄り、 相手の急所を蹴り上げて一目散に退散したという。この方法で秋山は一度も失敗したことはないという。ドイツでも一流ホテルやレストランはフランス料理が主流であり、料理人も皆、フランス人だったので、秋山もドイツでの修行は前座、小手調べ程度として追ってフランスに渡った。パリで修行中も秋山は小柄であることや東洋人であることで、 しばしば侮辱された。秋山はフランスをすっかり気に入ってしまい、また自分は次男でもあるので一生フランスで過ごそうとも考えたという。ホテルリッツパリで半年勤務した後、次に南仏ニースのホテルマジェスティックに移って7ヶ月経過したところで、中仏日本大しっくりの新一郎から大正天皇のご体験での品格向けの 本格的な西洋料理の指導者として帰国して欲しいとの要請があった。秋山としては今まで世話になった栗野からの要請でもあり、しかも五体店での料理の葬式となれば一世一代の大仕事とも思われたので引き受けることにした。ただし当初は五体店の仕事が済んだら再びフランスに戻ることも考えていたほど未練があったという。秋山は苦内省に内定後、 半年以上の身辺調査を経て、1913年11月に、正式に大善良クリア市長に任じられた。秋山が区内省大善良に採用されてからわずか1ヶ月ほどしか経っていない頃、厨房の裏口から突然立派な風体の男性と、そのお供らしき洋服姿の男性らが4、5人入ってきた。男らは厨房用の上履きに履き替えず、下足のまま入ってきたので、 秋山は激怒し、男の前に立ちはだかり、それを見とがめて、馬鹿野郎、まぬけ野郎と怒鳴りつけてしまった。男らが引き返した後、古い栗足氏が言うには、先ほどの戦闘の男は、匠かしら編三頭熊まであるという。片山といえば、東風五章を設計した著名な工学博士でもあったが、秋山は、多少言い過ぎたかなとは思ったものの、気にかけないでいた。すると、今度は、 世紀の入り口から白衣を着て上履きのスリッパを履いた集団が入ってきた。秋山の上司である大前頭福場隼人に案内された片山来行であった。さすがの秋山も若干25、26歳の弱敗者が50年配の宮内商工換を怒鳴りつけてしまったことで気まずく感じ、素足さとその席を外してしまった。それから今一時間ほど経ってから、 上司の福場から呼び出された。秋山は、これは叱られるなと覚悟して大前かしら室に入ったら、以下のように悟されたという。さっき片山匠玉が厨房を拝見に来られたんだが、裏口から土足で入られたそうだね。そうです。片山さんも悪かったと言っておられた。しかしだね、秋山くん。役所では、馬鹿野郎とか、まぬけ野郎なんて乱暴な言葉は使わない方がいいよ。 はい。では、よろしい方やまもねに持つような男ではなく、また、勤めの初期において、福馬のような人格者の訓導を受けたことが、その後どれほど役に立ったかわからないと、秋山は語る。秋山が、西洋式に、数種類の果物を切って出したとき、区内時間、関屋定三郎から、果物は切って出すなと咎められた。すると頭に来た秋山は、そうですか。じゃあ、メロンも、スイカも、 丸ごと出しますから、そうお考えになっといてくださいと反論した。関谷も困惑して、以後は文句を言ってこなくなったが、秋山も後で、若毛の至りを反省したという。しかし、そんな秋山も、果物は切らない方が美味しいこと、もちろんであると断る。秋山が苦内省大善良に採用され、フランスに未練を残しながらも帰国したのも、まさに大正天皇のご大霊での共演。 大凶の料理の葬式のためであった。五体霊での料理のような一世一代の大仕事となると、ついあれもこれもと考えてしまい、メニューの全体像も逆にこれといって捉えどころのないものになってしまったという。そこで思い浮かぶメニューを次から次へと削ぎ落としていくと、どうしても落としきれないものが残るという。そうやって残ったものこそが本物であると、秋山は語る。秋山は、 メニューを完成させるのに、丸1月かかったという、今回の共演の人数は2000人であった。問題は、2000人分の材料を、傷んでも困るので早く買いすぎず、なおかつ絶対に間に合うように買い揃えること、そして、品質が均等であることであった。秋山は、メニュー作成で苦心している時に、捨ててみても、落としてみても、頭に染みついて離れない料理が残ってくるとのことで、 その一つが、クレームでクルビススだったという。欧州では、食材として親しまれていたザリガニであったが、現在日本国内にも広く生息する、アメリカザリガニとも違い、ヨーロッパザリガニと呼ばれる、この品種は日本には生息していなかった。だが、日本でも北海道に食用に適したザリガニである、日本ザリガニが生息していることを秋山が知っていた、ことも、 ザリガニ料理を5体店の共演のメニューに加えた理由の一つであった。秋山は2000人分のザリガニとなると予備も含めて3000匹は必要になると見積もった。たまたま旭川の師団長が代表の監督責任感すなわち、秋山の上司である大前頭、福場隼人の知人であったため、その協力を得て師団の兵士らを動員して、 必要数のザリガニを確保することができた。1915年8月、日光御用邸にて、大正天皇が秘書中で、秋山らも区部で御用邸に滞在していた。捕獲したザリガニ4000匹は日光に送られ、御用邸付近の大谷川に消すを作って入れておいた。さらにそれらのうち半分の2000匹が、同年10月初頭に、京都に運ばれた。御大天の共演は、 京都の二条離宮にて行われることになっており、そこに、バラックながら立派な厨房が新設された。北海道で捕獲し、日光経由で運び込んだザリガニも、その中の池巣で、四方を金網で厳重に囲い、水道水を出しっぱなしの状態にして保管した。しかし、式典が近づいたある朝、厨房員がザリガニが消えたと報告する、厨房員の声に、秋山は起こされた。 厨房の生けすを確認すると、確かにザリガニは一匹残らず消えていて、秋山らは色を失った。そもそも厨房には厳重に鍵がかけられており、部外者は完全立ち維持禁止にしており、隣室には大勢の大善良職員が泊まり込んでいるので、盗まれるはずがなかった。今更代わりのザリガニを確保できるわけもなく、しかも、共演の献立表はすでに印刷が終わっており、 メニューを変更したところで、混立手表のすり直しはもう間に合いそうもない。急報で、秋山の上司大前頭、福場隼人も旅館から駆けつけてきた。秋山としても腹切り者だが、大前頭とても重大な責任問題は、免れないことであった。不可解な事件だけに、航空警察官も来て、取り調べを開始したが、依然としてごり夢中であった。三時間ほど経ってから、 秋山の部下の一人が突然すっとんうな声を上げ、ザリガニ発見を秋山に知らせた。見ると、厨房の壁際にずらりと並べてあった荷物の物陰に、5、6匹ほどザリガニが固まっていた。その部下がたまたま荷物を1個持ち上げたら、発見したという。そこで、秋山は直ちに厨房内のすべての荷物を持ち上げて、確認することを指示した。すると、いるわ、いるわ、 あっちに十0匹、こっちに20匹と、たちまちほぼすべてのザリガニを捕獲し、不足はわずか後、6匹ほどであったという。安堵と方針で、秋山はその場に、へたへたと座り込んでしまいそうになったという。厨房の臨室に寝ていた、厨房員が、出しっぱなしの水道の音がうるさくて眠れないために、蛇口に付近を垂らした。すると、 光を極端に嫌うザリガニ2000匹すべてが垂れてきた付近を伝って、イケスの外に逃げてしまったのが理由であった。一方、日光に残ったザリガニは、放育された。詳しくは、日本ザリガニ項目参照。秋山は、天皇陛下はどんなお食事を召し上がっておられるのかと、会う人ごとに尋ねられた。秋山自身は、語りたくない。語ってはならぬことだと思っていたが、 天皇は金の箸で食べるとか、米は一粒ずつ減ったものだという噂が出てくるに及び、真実を語ることを決心したという。陛下ほど民主的な方はいない秋山に言わせれば、陛下ほど民主的な方はいないと信じており、40年間発行の著書における発言をそばに仕えた私が言うのだから、誰が何と言おうと真実であるとのことである。さらに言うには、その辺にいる。 つまらぬ役人どもや政治家たちの方がずっと非民主的であると断ずる。金の橋一粒襟の実体秋山によれば、1955年現在で昭和天皇は配給の七分付きの米に丸麦を混ぜたものを召し上がっておられるとのことであり、さらにそれも1日に1食だけ、あとはパンを召し上がるとのことである。太平洋戦争後の食糧難時代は1日の うち他の2回は、うどん、そば、そばがき、すいとん、大葉パン、さつまいも、じゃがいもなどであったという。戦前でも、半月前に丸麦混入のご飯で、お寿司の場合も、白米の使用をお許しにならなかったという。戦時下での天皇の食料事情に本が、戦時体制に入ってからは、昭和天皇は、さらにひどいものを召し上がったと、秋山は語る。 やはり国民と同様に外国米を混ぜようまだ、食料事情が、それほど行き詰まっていない時期から、昭和天皇は、やはり国民と同様に外国米を混ぜようと指示を出し、半月前に丸麦、それに外米を混ぜたものを食べていたという。秋山としては、たまには、寿司米のような純白のご飯を差し上げたいと思ったし、また、半生を微密異給に没頭してきた身としてはそれは、 苦痛でもあったが、おぼし飯だから仕方がなかったという。大王パン賞は天皇が当時の日本の食料事情を考慮して、白米を遠慮する傾向はパンにおいても同様であり、真っ白なパンはもったいないから何か混ぜたらどうかと側近を通じて打診があった。秋山らも最初はきなこ次はとうもろこし、その次は乾燥野菜という風にいろいろ混ぜて、順繰りに、 天皇の食事に供したという。闇食材は現金秋山によれば、昭和天皇は闇の食材の購入は一切許さなかったという。また、仮に買おうとしても、とても買える値段ではなかったという。たまにタイ、ブリ、カツオの類が配給されてくると、秋山は飛び上がるほど嬉しくて、いそいそと午前にのぼせたものであったが、それらは、実は、魚菓子の特殊化の商人が、 自腹で、船橋の闇市で仕入れてきたものだということが後で、乾燥野菜秋山は、農学博士、陸軍主継承省の川島史郎の協力を得て、長野県で乾燥野菜を作り、備蓄した。そこで作った乾燥野菜と、さらに乾パンを、天皇の食事に供した。雇用多市業者の代わりに戦前に長く区内省、雇用多市を務めた業者も、戦中、戦後は、 予算不足に悩む大善良に寄りつかなくなり戦後に食料事情が回復してから再び笑顔を作ってやってくるという苦々しい例も多かったというまずはメニューを皇順皇後,后に見せる昭和天皇の食事についてはまずは献立案を秋山側が作成して皇順皇後,后に提出しそこで献立が決まっていたただし戦時下で食材の入手が困難だった時期には 工房を通さず、秋山側がその日その日の間に合わせの材料で作って供したという。五倍食、玉物園では、白米昭和天皇は戦後の食糧難時代でも外国出身や閣僚らを招いての五倍食や、加い使予選者への玉物園では特配を受け、麦を混ぜない白米を許可したという。さらに、食糧難時代でも五倍食の時には、できるだけご馳走してやるように、と指示をしたが、 それでも、魚、または、肉の一品と、野菜の一品に限られたものだったという。明治天皇については秋山が聞きを読んでいる分、対正、昭和二代は秋山が直接知っている分である。なお、最も長く使えた、昭和天皇でも、好き嫌いについては、一切語らなかったので、食べた量や、残したもので冊子をつけるようにしていたという。明治天皇、編集先については、 守護レベル。飲みながら、かか対象していたようである。対正天皇、編集酒は、多少を足しなんだ。しかし、明治天皇ほどではなく、祝い前の時には、日本酒を、日常の食事では、武道酒やベルモットを足しなんだ。料理の味は、比較的辛いものを好み。昭和天皇とは、対照的。昭和天皇、編集麺類、特にザルそばが好み。 週に一度は供していたが、時にはおかわりもしたという、どちらかといえば薄味が好みだが、油っこいものも、うなぎ、天ぷら、中華料理も好み、秋山はよく、お座敷天ぷらを供した。第二次世界大戦に敗戦し、米軍が占領軍として進駐してくると、秋山は以下のように思った。我々は檻の中に入ったようなものだ。こうして自由に歩き回っていても、 日本全土が大きな檻なんだ。マッカーサーが潰そうと思えば、潰せる国なんだ。国が可愛ければ、彼らの言うことを聞かなくちゃなるまい。特に、皇室に対する彼らの考えを好転させるには、彼らにすがらなければならない。そう考えた。GHQ 幹部への接待構成の開始、編集カムバに、GHQ 幹部らを招待区内庁には、区内省時代から腰が谷と新浜の2カ所に、 カモバがあるが、そこでの伝統的なカモ漁に GHQ 交換らを招待することにした。それがたちまち人気となり GHQ 幹部らが我も我もと申し込んできて1回に何十人も参加するようになった。カモ漁自体そう簡単にできるものではなく、本来はシーズンに1回か2回程度しか行われなかったが、無理をして毎週土日に開催した。カモ漁では、 取ったカモをすぐにさばき、醤油をかけて、鉄板で焼き、GHQ カンブラに食べさせた。彼らはこれを非常に喜び、これにより、秋山には GHQ カンブラに地球ができた。GHQ カンブラに接待構成をかけていた時の心情を秋山はこう語る。私は、生来の感触持ちも、負けず嫌いも、自尊心も、恥も、何もかも一滴した。 太鼓持ちになった。この人ならばと思う人には、翌日かも思って行って、ご機嫌を伺った。料理人、ハウスキーパー、洗濯屋などの世話も、いろいろと、めにしてやった。ホイットニー淳商夫人の応募秋山は、コートニー・ホイットニー淳商宅に料理人を世話したが、ホイットニー夫人と喧嘩して出て行ってしまった。そこで、秋山はただちに、ホイットニー宅に呼び出された。 イライラする夫人は、すぐに、代わりの料理人を用意しろという。秋山は、早々すぐに、用意できるものではないと弁明すると、ならばあの料理人を呼び戻せと言い返してきた。秋山はやめた。料理人の家に行ってなだめすかしたがダメであった。仕方なく、ホイットにいたくに戻ってそのことを報告すると、夫人は、以下のように同活した。私たちは、お前の国の仕事をするために来ているのです。 お前の国を助けるために仕事をしているのです。その私たちに食事をさせないのですか食事をしなければ仕事はできません。それは日本の運命に関わることです。秋山は夫人の言いがか,かりを飛んだ瞬中の筆法だと思ったが、その当時の秋山としては夫人の日本の運命という言葉にドキンとし、ついに大善良の料理人を一人、つなぎとして、 ホイットに委託に派遣し、10日間のうちに代わりの料理人を見つけた、秋山曰く、日本人の誰にこういうことをやったことがあるか、GHQ カンブラを招待春が近くなり、カモがだんだんいなくなると、今度はカモ場ではなく、三立家の下宇佐五両牧場に GHQ カンブラを招待した、秋山らも連合軍専用列車に同乗して現地に行くのだが、 上野駅に行ってみると、元のお召し列車が、連合軍専用列車に改造されていた。秋山は、悔しさで目を背けたくなったが、以下のように自分に言い聞かせて耐え忍んだ。今俺は囚人なんだぞ。日本という国が囚人なんだぞ。米第8軍司令官、ロバート・アイケルバーガー中将に至っては、飛行機で直接三立区までやってきた。五両牧場では、アイケルバーガー中将に乗馬をさせ、 桜を見せ、最後は、ジンギスカン料理でもてなした。夏には、長良川のアユ料にも GHQ カンブラを招待し、これも好評だった。カモ場での接待では、秋山は散々乾杯を勧められたが、相手変われど、主変わらずで、早そ々うそう飲めるわけでもないので、その都度流し場で喉に指を突っ込み、おうとした後でまた新たな乾杯に臨んだ。カモ料には、 GHQ 幹部夫人らも来ていたが、そのうち彼女らは悪乗りし、秋山を、へい、ボーイと呼びながら抱きつき、秋山のハゲ頭にキスし、キスマークだらけとなった。さらにはハンドバッグから口紅を取り出し、秋山の頭の上に日の丸を描いた。秋山曰く、これには押し殺していた感触が、ムラムラと喉のところまで込み上げてきたが、ぐっと飲み込んだ。つけ届けも欠かさず、 マッカーサー元帥の誕生日には必ずテーブルに盆景を作っておいてきた。珍しいものを見つけると贈り物として届けた。また、マッカーサーの息子がスキーで骨折すると入院先の聖路化病院にお見舞いに行き、お絵式のマン明かりが欲しがっていると聞くと、西沢的保に絵を描いてもらって届けた。GHQ 幹部の誰が病気だとか、 誰の誕生日だと聞けば、盆栽や花を届けた。しかしながら役人である秋山の乏しい、懐具合ではそれを続けているばかりにもできず、今度は小道具屋で、ひな人形の揃いを買ってきて、顔の汚れや着物の破れをつくろって、贈り物にしたりもしたが、それも喜ばれた。秋山が乏しいポケットマネーで、GHQ 幹部ブの贈り物をして苦しんでいるのを知った、 大英の長田正一が、ある日秋山に、立派な羽子板を5枚、大善良に送り届けた。その一つに、値札が付いているので見ると300円と書いてあると思ったが、部下がそれは3000円と書いてあるという。秋山は驚いたが、それならば、GHQ のお偉方たちに送ってやれと思い立ち、マッカーサー元水、アイケルバーガー中将、チャールズ・ウィロビー少将、ホイットニー少将、 フレーンベーイカー淳商の5人にクリスマスプレゼントとして送った。皇室と日本の存続のために、あえて屈辱的な太鼓持ち生活を大しのんだ秋山であったが、サンフランシスココーア条約調印の日を境に、ピタリと GHQ 幹部ブの接待構成をやめた。秋山曰く、私の一生のうちで最も屈辱的な時代であった。陛下のおっしゃることなら、絶対に何でも聞くが、 その他の人の言うことは、聞くべきことしか聞かぬと、誰にでもそう言っている私が、太鼓持ち同様のことをやった。しかし、これは自ら進んでやったことで、それには自分で納得できる理由があってのことだから、当時こそ腹がえげ返るようなこともあったが、今思い出してみて、決して恥とは思わない。秋山によれば、ごく最近、ある5倍食でトヌルドを教したところ、 ここのトゥヌルドのベーコンを巻く糸を一本だけ取り忘れるという失態を演じてしまった。本来は調理する際に使った糸の本数をあらかじめ数えておき、トゥヌルドを焼き上げて糸を解いた時に最初の本数と合っているかを確認するものなのだが、長年の仕事の中で本数を数える作業がつい、形外化してしまい、まさに注意力を欠いていた時にこの取り忘れ事件が発生してしまったという。 しかも、たった一本取り忘れた糸が巻きついたトゥヌルドが、こともあろうに、昭和天皇に供されてしまった。秋山ら厨房の一堂は色を失い、意気消沈した。この失態につき、自重経由でお詫びした。自重が下がってきてから聞いたところでは、自重が、けれども、お客様の分は、全部取ってございます。と、根性すると、昭和天皇は、それは良かった。それは良かったと満足期であり、 しかも秋山らの失態については全然意に介していない様子であったとのことであった。それを聞いた秋山らは舌を向いたきりでただありがとうございますと自重に言うしかなかったという。そして秋山は涙が溢れ出てどうすることもできなかったという。秋山によれば料理では百点というものはありえないという。しかし注意さえ怠らなければ九十点は取れるという。 その反面、注意を怠ると、十点にも零点にもなってしまうという。この、意図を取り忘れたトゥネルドは、秋山に言わせれば、まさに、注意を書いたが、ゆえの、零点の料理であったという。当時秀樹内閣と、小磯国秋内閣で増書を歴任し、終戦時の旧将だった、石渡聡太郎は、その風変わりさで、秋山の思い出に残る人物であった。 タバコは1日に200本ほど数、超エ炎化、そして大の甘党であった。気候としては、1945年6月4日に、急所に就任し、各三宅に挨拶回りした際、いきなり公用車の運転手に駐車を命じると、外に出て立証弁を始めたという。そして、車に戻り、挨拶を済ませた三宅からいただいたお土産の菓子を、すぐに、車内で、 秘書官と食べてしまうほど甘いものに目がなかった。その甘い物好きがたたって、石綿は糖尿病を患うのだが、周囲の人々が咎めるのも聞かず、一、秋山はもともと石綿とは知り合いで、石綿の旧正時代は個人的な付き合いを控えていたが、戦後石綿が公職追放となり、正常の自宅に干挙してからはよく行き来するようになった。 1950年の8月に糖尿病が悪化し、1ヶ月ほど入院したが、退院後、秋山は砂糖の代わりに、サッカリンだけを、甘味料として用いたお汁粉を作り、石綿邸に持って行った。すると、石綿は、うまい。実にうまい。近頃、こんなうまいものを食ったことがないと、大喜びしたという。秋山は、甘いものも過ぎれば毒だと思ってはいたが、 その時の石綿の喜びよう思い出すと、以下のように考えるようになったという。何でも、これはうまい。と情熱を持って食べられる、大好物を持っている人は、幸福なのじゃないか。別に何も食いたくも飲みたくも、なんてことになったら、人間誠に寂しいことじゃないか、と。秋山は、並べて、書くのは、もったいないがと前置きした上で、忘れぬ二人の夫人として、一人は、 丁名皇后様、もう一人は亡くなった繊細を辞書であげ、以下のように改装した。大正2年、秋山徳三と最初の妻都子。都子とは、昭和3年に死別する繊細都子とは、秋山が26歳の時に結婚した。双葉女学校に通う熱心なカトリック信者であったという。秋山によれば、心の優しい女で、この家内を熱愛していた。世界中に、 比べ物のない、いい家内だったという。そのため、彼ら夫妻の三人目の子が六歳になった時に、とし子が肺結核にかかり、寝込んでしまってからは、世の中が真っ暗になってしまう思いだったという。発病して一年半目にはいよいよ重症となり、単も自分で吐き出せなくなり、秋山がその都度吸い出してやった。とし子の死後、秋山は、ふぬけのようになり、 日中35日の間、勤めを遠慮して、家に引きこもったという。敏子が託した鈴敏子は、臨終の際に、秋山を枕元に呼び、自分の財布につけてあった鈴を秋山の手に握らせ、以下のように言ったと、秋山は実書で語る。たった一つ、私の心配なことは、あなたが、感触持ちでいらっしゃることですの。あなたのお仕事は、本当に、この上ない大事なお仕事です。 お願いですから、役所へいらっしゃいますとき、坂下門をお入りになりますときに、この鈴を鳴らしてくださいませ。そして、私が心配しておりますことを思い出してくださいませそう言い残して敏子は死去したが、秋山はその鈴をいつもポケットに入れて持ち歩き、坂下門を入るときには必ずそれをチリチリと鳴らして、次回のす姿としたという、皇太后様からは、 先災敏子を失った秋山に対し、奥みの言葉と、頂戴物ものがあったので、敏子の木明けの日にお礼言帳のために、青山の大宮御所に参上したところ、交代工具大部入江ため守るを通じて、秋山に一体の人形を貸ししたという。秋山は当初その人形の意味がわからなかったが、丁明皇后が夫である、大正天皇を失ってまだ間もない頃だったので、 最愛の妻を亡くした私の気持ちを本当にお分かりくだすったのだろう。そして、この人形の意味は、後に残った子供たちを可愛がって育てよ、という、お心なのであろうと推察した。そう思うと急に涙が溢れ出し、泣き顔を通行人に見られたくないので、わざわざ暗い道を選んで自宅まで帰ったという、旅行を切り上げ急ぎ帰郷した秋山を気遣う、秋山には、泊まりがけで遠方に、 競馬観戦に行く趣味があった。ある時、大阪方面に、競馬観戦に行っていると、宿泊先の大阪ホテルに、区内省大善良から電話がかかってきた。それによれば、大宮様が、中華料理で客をもてなしたいとのことで、大善良職員が、秋山は今競馬観戦で遠出していると計上すると、それならば秋山が帰ってきてからでいいとのことであった。それを聞いた秋山は、そうか。 そいじゃ、すぐ帰ると返事し、夜行列車で急ぎ帰郷した。それを知った、丁明皇后は、わざわざ帰ってこなくてもよかったのに、と秋山を気遣ったことが、後で秋山の耳に入った。それ以降、秋山は、競馬観戦で遠出することをやめたという、丁明皇后中房訪問の方を受け間極まる1936年11月27日、突然皇太后が、 大善良の厨房を視察することになった。明治以降、秋山が知る限り皇族が厨房を訪問することは前代未聞であり、そもそも貴人が厨房に近づくことを忌避する風習が日本にはあった。秋山は、それは昭和天皇の母として、そして女性として、厨房を見ておきたいという自然な気持ちからであろうと推察し、そして感激した。皇太后厨房視察の方を受け、 秋山には、当時秋山はドイツ訪問時に買ってきたブラシで、すだれのようになっていた髪を構成大事に溶かしていたので、役所内では、クリア市長のブラシと呼ばれて一種の名物になっていたが、その一方で、髪の毛というのは料理人の仕事にとって何のプラスにもならず、たとえコック帽を被っていても髪の毛についたゴミが、料理に落ちないとも限らないという心配もしていた。そういう矛盾を、 自分の中に抱えていたが、交代号の厨房視察を前にして、髪への未練を断ち切る決心をしたのであった。交代号訪問後に、側近が、秋山がこれを機に髪の毛を丸刈りにしてしまったことを、計上したら、交代号は、おや、おや、それを知っていたら、帽子を脱がせてみるのだったのに、と冗談をおっしゃったと、秋山は伝え聞いた。それ以降、秋山の髪の毛も、秋山の意を大したのか。 減り方の速度を増し、掘り立ての信者がと、吉川英治が形容したようになったという。白衣を着た皇太后が、やはり白衣を着た、宮内大臣や宮内時間、その他の部分を従いて厨房にやってきたが、皇太后が、厨房の入り口で女官を差し招くと、女官が、皇太后の足元に真新しいスリッパを差し出した。皇太后が、スリッパに履き替えると、女官らも同じくスリッパに履き替えた。 普段厨房には外部の人が入ることはないので余分な上履きの用意がなく慌てた交換らも上履きを探させ見つけられずに結局厨房に入れずじまいだったものも発生した役所内の細かいルールなど知るはずもない交代号が事前に上履き用のスリッパを用意し交換らが用意せずに来たことで秋山は交代号の気配りにが全感極まった かつて区内省入場間もない時期に、厨房に土足で入ってきた交換を怒鳴りつけた秋山から、してみれば、ルールがなくとも、調理場ならば当然清潔な履物を用意してくるのが当然であり、交代号の配慮はまさに身分の上下を超えた、真心であろうと感じ入り、涙が込み上げてくるのをどうすることもできなかったという。ある日、交代号と以下のような会話が交わされた、秋山。 今年いくつになりました ?59 歳になりました。おや、確か、昨年は60歳と言っていたようでしたのに、いや、私は60以上は年を取らないことにいたしました。今の日本の有様では、のんきに年なんか取っておられません。それで、今年からは一つずつ、若くなることにいたしました。秋山らしいことを言う、と、大変お笑いになったという、そんな低迷工房を、秋山は、 ああ、あの、お優しかった、大宮様も、今はいらっしゃらないと忍んだ。母、姉のように慕う低迷候補法業を機に禁煙。秋山はもともと愛煙家であり、紙巻きタバコも、パイプも、葉巻も、相当に足しなんでいた。さらに、第二次世界大戦敗戦後の GHQ、占領期には、GHQ 交換らとの付き合いもあり、挨拶代わりにタバコを勧められたり、 タバコをプレゼントにもらうことも多々あり、秋山の喫煙量はますます増え、1日に60から70本ほどにまで、なった。秋山としても、喫煙量が増えて、頭痛気味になり、そして1951年5月17日、大宮様が放御した。秋山曰く、もったいない言い方かもしれないが、私にとっては、母か、姉を失ったような悲しみであった。秋山、秋山、 と、いつもお優しかった、大宮様。私たちの仕事に深い理解を持っていてくだすった、大宮様。そこで、秋山は、天皇陛下の料理人としての職責を、全うするためには、今のようにタバコに意ていたら、申し訳がない、大宮様の御霊に報いるためにも、ここはきっぱり、禁煙しようと決意した。そして、定名皇后十日祭りをきに、完全に禁煙した、秋山としても、 自分の意志力を疑っており、外圧を用いることで自分に禁煙を敷いた。家族の者には、もし自分がタバコを吸っているところを見つけたら、何でも欲しいものを買ってやると約束し、同僚や友人らには、もし自分がタバコを吸ってしまったら、どんなことでも言い,いなりになる。箱根や熱海への旅行もおごる。もし自分が同行できない場合には、君らだけで旅行に行って合流し、 後で領収書を自分に回してくれればいいとまで宣言した。秋山は禁断症状で気が狂いそうになることもあったが、なんとかそれを克服し、やがてそばで誰かがタバコを吸っていても全く欲しくなくなり、禁煙に完全に成功した。秋山は頭を丸刈りにしたのも禁煙したのも、大宮様の皇徳に導かれたおかげであるという。森枝拓氏は九中の五三。 晩餐を通じて日本における西洋料理の体系化されたスタイルを生み出したこと、大規模な宮中行事の協力にあたった市中料理人への指導を通じて姿勢に影響を及ぼしたことなどを挙げ、日本の食を変えた人物と評している。その影響力は大きく、弟子の中には料理人として世襲している者も,もいるほどで、ある。2015年に秋山が収集した。 旧中盤3階などの献立を記載したカードが、遺族により味の素食の文化センターへ寄贈されている。ありがとうございます。